ディズニーランワンワンディズニーワンディズニーということでテンション上がっております。犬人間じゃんということで、以前もですね来たんですけど、本日クリスタルパレス予約させていただきました。でクリスタルパレスっていうのがディズニーランドで唯一の食べ放題ビュッフェのあるお店で、前来た時はスイーツのビュッフェをやっとって、それで全種類食べるっていうのをやって、見事全種類食べきったわけですよ。おめでとうございます。中人ぞで今9月3日からビュッフェがスイーツだけじゃなくて、いろんなね、もう全部もうほんとね、ランチビュッフェみたいな感じで始まったよね。結構多分ね、スイーツより量が多いん。そう、多い。それをまた今回も全種類食べきろうかなと行きましょう思っております。ということで早速クリスタルパレスの中に行きましょう。行くげーの。ということで入ってきました。入ってきました。今から75分間、うん、約ね50種類ぐらいあると思う。全種類食べきりたいと思います。せやじゃん。多分ね、前回のスイーツの時より大変だと思うよね、うん、そうやね。おいいけ、うん、頑張りましょう。頑張りましょう。いただきます。楽しみ、めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ。ということで店内を見ていきましょう。値段は大人1人4500円とまあまあいい値段するんですけど、 C でしか食べれないものとか、お肉を目の前で切ってくれたり、めちゃくちゃ豪華で美味しそうなものいっぱいあります。それでは全制覇頑張れ。ということで撮ってきました。すごいでしょこれ。相当撮ったよこれ。そう、これ全部で50種類ぐらいあるって撮った。うん、そのうち多分ね30ぐらい撮ったかな。うん、まだもうちょっとあるよね。うん、めっちゃ食いよる人おるわ。食べてます。お好きに食べてください。おしかとするからおしゃれなね、なんかちっちゃいお寿司とか、あとこの辺はもうスティッチのデザートね。そう、ミッキーのプリン、杏仁豆腐、リトルグリーンベア。この辺はパーク内にあるやつがあって、そうだ、ね、まあ、これもねパーク内に出るっていうやつ、うん、あとはねいろいろもうブイヤベースとかも。かわいい。で、すごいのがこれローストビーフ、これそこで直で切ってくれます、はい、この辺はね、アラカルト系おかづけがいろいろあります。いける？いっちゃおう。なんやかんやしとったら40分ぐらいしかないよ、あと残り時間が。 それではいただきます。いただきます。まずはこちら、本日のお野菜スープです。うわ、学校給食思い出す。うそ、ほんま給食の味マジで。アラカルトからこれはマンゴーの上に生ハムが乗っとる、うん、いただきます。マンゴーです。うわ、超おしゃれじゃん。おいしい。欲しいなったらどんどん今には食べてしまうけどね。はい、じゃあこの辺ちょくちょく食べていい？うん、もう全部食べていいよ、うん、これね、いろんなね、こう鴨とか、これはね、エビ春雨だったかな、うん、だとか、タコブロッコリー、これはね、キャロットホタテみたいなやつとか、うん、マジでおしゃれなのいっぱいある。じゃあ、このブイヤベースいただこうかな。これかわいいよ。これ、超かわいい。いただきます。ミッキー見つけて。うまっ。うまい。海鮮の出汁がすごい。食いたい。一口これんかい。おー、すごい。出汁がすっげー効いとるわ。マジでうまい。うまい。これはね、マジで高級レストランの味。なんか海鮮がうまいな、全体的に。海鮮が多いよね。うん。ビュッフェか、ブッフェか問題ありますよね。ブッフェかビュッフェね。うん。ビュッフェの方ね、ちょっと嫌いなんよね。ビュッフェ派。わかる、ビュッフェ派。チルさんどっち派ですか？ビュッフェ。やっぱり。ですよね。俺が正解な。わかんないっす。多分、英語をカタカナにしてるだけじゃないですか。だからどっちが正解とかないと思うんですよ。クリスティアーノ・ロナルドって書くんか、ロナウドって書くんかの違いみたいなね。それはなんで？ハーランドかホーランドかみたいなね。そっちの方がわからん。カモめっちゃ味出るわ。エビもすごいよこれ。もうね、身が剥いてあるけど嬉しい。兄ちゃん、エビ剥いてなかったら剥いてとか言ってくるけん。自分で剥けよ話じゃないよ。てか、行っちゃっていい？うわ、好きなの行っちゃって俺はカレーも行っちゃって。これチキンカレーです。これね、めっちゃ美味しそうなんよ。美味しそうよ。あ、ちょっとチキンカレー独特の茶色が薄い感じ。そう、こういうカレーね、だいたいうまいけど。うまい。甘口だって。スプーンちっちゃ。デザートスプーンでしょ絶対え、間違えたじゃん絶対。いや、あるじゃん、あるじゃん。もうそれ使え、そんなやつは。いただきます。あー、うま、うま、懐かしさ感じる。でもちょっとだから給食感ありますよ。じゃあ、きんちゃん大物いっていい？こちらローストビーフ。これね、マジでうまそう。で、塩かソースかを自分でかけて選べます。はい、ソースにさせていただきました。いただきます。うーん、あー、やだ、うまっ。うそ、ええ、ちょっとこれの和風ドレッシングがちょっとかかってるけど、それ気にせず、うん、食べてみるわ。もう一回、もうちょっと箸置きなさい。あなた忙しい。マジでめちゃくちゃうまい肉。油多すぎず、かといってパサパサすぎず、
うわほんまや、一番好きなバランス、あの人のベロの感触に近いやつよね、あのツルッとしたやつ、怖い表現怖ちょっとこのモッツァレラトマト、カプレーゼっぽい作り方ですね、なんか食べてみたいと思います、うん、トマト苦手、あでもね美味しいわ、思う、うん、最近プチトマト食べれるようになってきたけどね、偉いでしょこのお豚ちゃん、大人になりました、ブヒブヒ、お前さ、うん、3階回ってご飯言えよお前なんで犬や、あ犬だ、完食、見てこの巨大エビチリ、エビチリ、エビチリ、いただきます、うわ一口いった、うんうまい、これね衣で大きさごまかしてないわ、マジ、うん、エビ本来のサイズ、エビ本来のサイズ、でかったとしたらめっちゃでかいじゃん、何今のチャックリとギャップが一緒に出たうまっ、あと3個くらい取ってきてほしい、マジ、うん、じゃあサラダ、うん、これですね、ドレッシングもね4種類ぐらいあって好きなの選べる、うん、でクルトンもかけれますよと、でミニトマトは揚げます、いただきます、うまい、今回は和風ドレッシングにしました、うん、クルトン自分で乗せれるの嬉しいよね、少なかったりするけんね、でもクルトンって調子乗ってガチって行き過ぎたらふにゃふにゃになってないところで歯茎やるよ、歯の裏があるね、あほんま痛いよね、共感してくれや、大人のいなし方すんな、なるよねちなみに飲み物も飲み放題でしょ、飲み放題、それわしの、何兄ちゃんに取ってきてあげたウーロン茶、ウーロン茶が一番好きビビったてってれー、ドッキリでした、ドッキリ企画、今日ドッキリ企画でした、おこれ一緒に行こうや、これね、ミニライスボールみたいな、うん、こっちはアナゴで、こっちがサーモン、はい、めっちゃうまそう、美味しそう、一口サイズね、うん、うまい、ちらし寿司、うん、ほんまや、おいしいわ、なんかね、家で食べるちらし寿司みたい、うん、こっちはね、海鮮丼って感じ、そっちがよかったな、もう一回取ってきよう、もう一回取ってきよう、呼吸をするように噛むね呼吸をするより噛む方が多いんじゃない、ギリ死んでしまうわ、呼吸少なすぎて、無邪魔でしたー、行きたいな、ある兄ちゃん、これ、ベジタブルトマトソースみたいな感じだった、うん、いただきます、チキンカツ、あ、チキン、うん、めっちゃサクサクでめっちゃうまい、これもチキンか、うん、いただきます、チキンか、うん、チキン、チキンの皮の部分が表面にしておるけん程よい脂もありつつしっかりチキンの皮付きのチキンがこう巻いてあって全く想像つかないですよねすんごいびっくりするぐらい、皮付きのチキンが巻いてあって、そう、皮付きのチキンで巻いてあって何よ、なんかね、ご飯白飯、チリさんおすすめのビーフシチュー、美味しかったっすね、ほら、これゴロゴロのお肉よ、いただきます、うまっ、めっちゃうまい、肉もホロホロですね、あんたここ気をつけんにゃ、ここ袖やるよ、袖つくよ、袖が、これ袖だと思ったのこいつの袖じゃない、違うね、じゃがいももなんかもうホロホロネチョネチョみたいな、めっちゃ美味しい、美味しいやつじゃん、で、こう麻婆豆腐と、グラタンをいただきます、ちょっと見栄え汚くなったけどごめんね、ごめんね、ちょっとずついっぱい取りたかったんよ、あ、麻婆もうまい、結構辛い、ほんま、うん、辛いの得意な兄ちゃんがちょっと辛いと感じるぐらいか、美味しいピリ辛って感じ、なるほどね、うーん、完食、これいこっかな、定番、うん、これね、パーク内でも定番よね、うん、浮き山エビのやつよね、半分しよう、うん、これ、シーンしか落ちないんじゃなかったっけ、うわここはじゃあどこでしたか、ランドですよ、食べるちゃいます、中にこのエビのねシューマイみたいな感じが、そう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 、これすっげー、なるほどね、お箸落としとった、前回来た時なんか飲み物ぶちまけてさ、今回お箸落としたわね、中華も美味しいわ、でもやっぱ頭がずっと切れてるな、こうやって食べよう、神戸を垂れて食べるわ、今回どっちな、右です、麻婆豆腐の汁につけて食べます、人見知り出るわ、パン、これはシンプルパン、シンプルパン、こういうね、バター好きだよね、ホテルの朝食とかで出るやつあるね、ね、クリスタルパレス何がいいかってね、お皿もあったかいし食べ物もめっちゃあったかいよね、なんかもうちょっと暑いぐらい、あとあったかいもう一つある、何や、キャストさん、心があったかい、だってね、チューさんも見たでしょ、兄ちゃんが予約してくれたんだけど予約ができてなかった、それ言ったら、じゃあキャストさんが特別に準備してくれました、特別じゃないよ、多分普段だったら大体予約でいっぱいだけど今日はたまたま空いてるんで今お席ご用意できますよって、それをやってくれるキャストさん高いじゃないですか、席空いとっただけだけど何でそんなことやん
だから勘違いしちゃいけんじゃん。特別にこじ開けたみたいなさ。うまパン。うまいでしょ。このバターがうまいんや。カレーちょっと兄ちゃん、しっかり持ったね。ね。カレー完成です。パンも食べました。今兄ちゃんが思ったこと当ててあげようか。うん。意外ときついわ。いや、ギリギリの勝負だなと思ってる。時間がね。ちょっと、それ食べて。じゃあ、取ってくるわ。お願いします。デザートも食べよって。オッケー。取りに行くときは手袋とマスクを必須です。取ってきましたー。ありがとう。デザート系と、うん、取ってなかったお食事系。オッケー。おそらくね、これで全部取ったと思う。これ全部。あとは時間との勝負。あと15分ぐらい。15分ぐらい。お食事系いきまーす。はい。こちら、寿司ロール。かわいいね。チキン&イクラみたいな感じだったかな。あ、おいしい。なんかカラフルだったね、周りのゴマが。うん。ハッシュドポテト。星型。うまい。子供の好きなものいっぱいあるよね。うん。だってこれキッズセットじゃん、完全に。お子様プレート。そう。これね、唐揚げなくてね、フライドチキンだった。エビフライ、ハンバーグ、ケチャップおにぎり。で、ポイント。この、ハンバーグの付け合わせに、半熟卵があるんだけど、うん。これね、ミッキー柄なんですよ。すごい。これどうやって作ろう？わかんないっす。いただきます。うまっ。うまい。トゥルントゥルン。ガチトゥルントゥルン。マジでさ、2個ずつ取れる。感じたいんだけど、それ。勝負に負ける。ま、ハンバーグなんかね、お子様プレートについてくるハンバーグみたいな。ね、柔らかくて、独特なんですよね、なんか。おいしい。うわ、結構お腹溜まってきたわ。そう。ほんま。誰が隣におると思ったん？うわ、食べるのが遅い、KK。そっち。食べるのは遅いけど、量はその分いきますんで。え、まだ何本今お腹 6。 イージーじゃん。ぜひこれ食べてほしいわ。意外とね、みっちみちだった。あの、焼きおにぎりぐらいの体積ある。食べたい。これもうお腹いっぱいな。うん。じゃあいただきます。あ、ほんま。うん。持つべきものは人。人人広いね。広いね。そりゃそうよ。弟だけじゃないけど、別にチルダにも助けられるし、見知らぬ人にも助けられる時もあります。先輩にも助けられます。後輩にも助けられます。持つべきものは人。いや、そりゃそうなんだけど、限定しちゃいけん。今のこの状況に対して言うことやけ。広い視野で行こうや。うるさいわ、こいつ。なんで上から来たんや、お前助けられてる側なのに。広い視野で行こうや。タピオカミルマッチャティーがありました。お腹たまるよ、これ。うん、ワンダフル。言うことないんか。食レポのストック全部もう使い始めました。この後の食レポ全部なんか英語の単語で俺表現していくんで。飲みます。そう、お腹はさ、まあ、言っていけるっちゃいけるじゃん、うん、時間がやばいけさ、うん、ちょっとだけチリさんに手伝ってもらう。え、お腹は大丈夫ですか？大丈夫。デザートでいけたことにします？いける。なんかもう行きたいの。じゃあやっぱこれ、これデザートはね、もう前にあげたのデザート食べ放題と食べとるのもあるけど、初めて見るのもある。ミッキーじゃこれ。夢の国の番人だわ、これ。あ、牛乳っぽい。好きなやつですか？うん。じゃあそれお任せに。でもね、なんか周りの液体がお菓子っぽい。いい意味で？うん、いい意味。すんごい連想される。ポンポンポン入ってた、うん。すごいよ。たっぷり入っとんじゃん。ウソップもびっくり。ウソップも。お子様プレート完食でーす。あとデザートだけよ。うん。これ食べよ。ミニーちゃんの。これはね、確かバニラムースだから。ムース。うん。ストロベリーソースのかかったバニラムース。うわ、うまい。ずっとね、ワンちゃん。よかったね、ワンちゃん。よし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 。うわ、下なんか変なのおった。下に気持ち悪い人がおった。クッキングパパおった。横見て。クッキングパパおる。美味しいわ、これ。じゃあ定番行こっかな。ディズニーでたらこれでしょ。うん。A little green man。 え、なんか味違う。あれ？ストロベリーだったっけ？カスタードだった気がするよね。うん、カスタードだった。うわ、チューすんなや。ちょっと食べたがっとるやん、チューさん。え、絶対違うよ、これ。なんかカスタードだったでしょ。うん。ストロベリーだ、初めて食べた。うめ。ネクスト。やばい。チューさん、なんか、ぜひ。これ何これ？ロールケーキです。あ、これ聞きたいな。お願いします。じゃあ、チルさんにロールケーキをあげまーす。ミニーちゃん。どうすか？ん？なんかサクサクしとるやつがある。よかった。もうちょっとどんどんいきましょう。どんどんいこう。はい、これはチョコムースかな。これ前もあったね。うん。これは紅茶とリンゴのシフォンケーキでーす。めっちゃうまいよ、これ。うまっ。チョコムースは結構カカオ感というかビターな感じがあって、上のソース、ブルーベリーはめっちゃ甘くて。マジで。さあさあ、チルさん、もう一つぐらいいかがですか？これもシフォンケーキですね。じゃあそれにしよう。これ初めて見る。食べてください。いただきます。これどうやって食うん？プーさんと色が合ってるわ。いただきます。一口でか。あー、紅茶おいしい。さあ、こちらティラミスいただきます。はい。これね、上から見ると
大きい子なわけじゃん。ミッキーの形になったね。そうだね。上のパウダーがね、一番かかとの部分取ってきました。かかとじゃないだろ、そこ。かかとの部分でした。かかとじゃない。ゆくゆく、おいしい。で、これはストロベリーのショートケーキかな。残り3分です。やばいやばいやばい。いただきます。でもちょうどいけるじゃん。うん、ちょうどや。チルさんの宅建マジ、ファイナリスト。ファイナリストじゃない？ファイナリスト、マジファイナリスト。いちごちゃん。この時期にいちごを食べれるってだけで嬉しいよね。リンゴちゃん。リンゴって大体年中通して食べれるよね。リンゴってすごくない？メロン。さあ、何が出るか。メロンって。水分多いよね。水分、あ、間違えた。おんゆめくん読み間違えた。水分だって水分めちゃめちゃ恥ずかしそう。やらかした。やらかした。おんゆめくん読み間違えた。間違えたとかのレベルじゃないよ。先に漢字が出てきないよ。先に絵が出てきないんだ。オーナイロン。オーナイロンだね。オーナイロン出てない。え、そうなんよ。そうなんよ。オーナイロン。オーナイロンって。オールナイトロング。オーナイロン。ラストよ。お、ラスト。これスティッチの彼女のとこの。スティッチの嫁よ。スティッチの嫁のプリンかな。はい、いただいてください。もうフィニッシュ決まっちゃってよ。オッケー。じゃあこれ、うわぁ、あじゃん。あと1分のところで、あと1分、ガチガチ1分、ガチ1分。マジけ。犬から出てきたみたい今。お前下向いとった。こうやったらもう犬とおるもんこれ。いや、どうもノージャンクです。クオクオクオ。じゃあ嫁いただきます。うまい。カスタード強め。まあ、クリームみたいに滑らかだ。いやでもね、間違いなく全種類だと思うよね。うん、これで全種類でしょう。ラスト一口いただきます。うーん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。ありがとう。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あのね、全種類クリアしたかと思ってたんよ。そう。ただ、一個勘違いしたのがあって、一個ね、ずっとね、売り切れで出てないなって思うのがあったんよ。ただ、それが、注文して頼むやつだったんよ。そう、クレープジュゼットってやつ。それだけ実は、食べれてなかったんで。そう、紹介しきれんかったの、ごめんなさい。ごめんなさい。それだけ本当ごめんなさいなんですけど、なんとか、なんとか。チルさんの助けもありながら、クレープジュゼットだけはちょっと、一生、心に留めて生きていきたいと思います。おい、墓場まで持っていきましょう。墓場まで持っていこう。リベンジはせん。墓場まで持っていく。どんなものかも知らんけど。ということで、ディズニーめちゃくちゃやっぱいいなと思うんですが、これどうかと、これどうかお願いします。ディズニー最高ですね。最高最高。じゃあこの後1万円企画やりますか。まだ食う。やろう。そちらもぜひご覧ください。お楽しみ。あと TikTok も最近やってるよ、見てね。